なんかね閉まってたみたいですね、うん、あの営業してないところが多くて、はいはいはい、さすが SNS の時代だなと思って、うん、Facebook 見てたら、うん、あの今日はあのイオンライクも来ない方がいいですよって言ってからさ、うん、案内がこう友達が来たから、はいはいはい、あ行こうと思ったね、矢先に、いいメッセージ来たからまあとどまったんだけど、うんうん、うーんまあね、そういう台風でしたね、はい、まあ7月にね、入ったっていうことで、まあなんちゅうの世間的にはもう1日のね、うん、あまあ 1年の折り返しっていう形でね、ね本当に早い、もう怖い、本当に怖い、残りね、半年、はい、どうやって過ごしていくかっていうところだったんだけど、まああのチーカー見たかどうか分かんないけど、うん、今日のニュースかな、何、あ嘘、何でもない、何も言わない、何だった、見たかな、あじゃあなんか今日ね佐喜眞さんのなんかニュースが流れてたから、あまあまあまあそれはちょっとね、はい、置いといて今日は、はい、あのワールドカップ、あそういうことね、見た、見ましたよ、リアルで見た、いやリアルではすいません見れなかったです、甘いなだってね仕事だったし、いやいや10時に寝て、うん、3時にタイマー入れて、うん、で3時に起きてちゃんと見たよ、マジですか、もちろん超気合入ってるね、あれ生で応援しないと、あまあね、だってねさっき言ったみたいに、うん、SNS の時代だから、うん、すぐ結果が分かったりするから、うんうん、つまんないじゃん、うん、だからリアルタイムでああいうのを見てやっぱりね、うん、あの一喜一憂しながら、はいね、お酒飲んだりとかね、うんうんうん、しないと、まあ本当にね、2点取った時にはベルギーにね、うん、2-0 の時はもう興奮したけどね、うーんさすがだなと思って、もうね、同点追いつかれて、まあ、逆転っていう ね、うん、しかもアディショナルタイムあと数秒でね、うん、延長戦に入る時にもう3点目が入ったからさ、うんうん、ちょっとショックっていうかね、うん、残念な思いした人多かったと思うんですけど、うんうん、まあここまでねよくやったってことで、拍手喝采送りたいね、そうですね、日本の、ね、メンバーには、うん、いろいろワクワクドキドキもね、うん、いろいろくれたので夢を与えてくれて、うん、まあFIFA ランキングはね、61位だけどベスト16に入ったってことはもう大したもんだよ、そうですね、うん、うん、まあね本当によくやったっていう感じのね、はいありがとうございます、うん、サムライジャパンをね、皆さんでね、うん、迎えましょう、はいということで、今日はですね、まあなんとうちの、ゲストでは初めて、ね、はい、なんですけどね、うんうん、沖縄県飲食業、生活衛生協同組合のね、はい、鈴木理事長がね、はい、お見えになってますので、うん、いろいろまあ沖縄のね、飲食に関するまあちょっとしたね、歴史的なことから、まあ、現状、うん、まあ、これからね、まあ、インバウンドも増えてことだし、うん、これからどういうふうにこうね、飲食業組合がね、はい、やっていくかっていうところも話もね少しずつお伺いしながら、1時間過ごしたいなと思いますね、はい、まあ、ツイキャスのリスナーさんも、ね、皆さんも飲食関係、なんかね聞いてみたいなとか、うん、まあ、沖縄の歴史的なこととかね、うん、そういったものも聞いてみたい方はぜひね、コメントをいただいて、参加してください。はい。はい、ってことで、FM ギノワンレッツ深呼吸、この放送は阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター、ブライダルリングのムクベル、トータルビューティーサロン M グレイス、ベイサイドキッチンオレンジブーム、癒しのオゴル専門店沖縄オルゴルドの提供でお送りいたします。時はいつも知らないうちに過ぎてゆく、
り大人びてスーツがよく似合ってた。懐かしい昔話に君は笑いながら、変わっていないねって僕の肩を叩いた。この秋には結婚するんだ。君の小さな言葉の中にもうあれから随分時が過ぎてたことに初めて気がついたよ。また会おうよ君の後ろ姿に。はい、どうもこんばんは。はい、今晩の列進行級のゲストは、沖縄県飲食業生活衛生同業組合。長いな。なんか僕らはなんか飲食業組合とか短く言うんですけど、なんかね、正式名称だねこれね、はい、鈴木理事長にねお越しいただきました。はい、メンソーレようこそ。しかもね、この間総会が行われて、はいはい、3期目ですか。はい、はい、ほう、うわー、3期
決めてね、無事ねスキャンダルもなくなんとか。いやでも沖縄って ねこれだけやっぱりインバウンドも増えて、うん、もうすぐ観光客1000万人時代って、うん、もう目の前に来てるんですけど、うん、どうですかね、もうなんていうのかな、このそれだけインバウンドの人を満足いただいてるとか、それ何を目的にこの来てるのかなとかっていうのは、まあいろいろね、調査とかいろんなのであると思うんですけど、皆さん何を飲食でやっぱり期待されて来られますかね、沖縄に。ね、まずちょっと組合のことですけど、組合員を1として考えると、はい、やっぱり1人の経営者が店舗を3店舗とか5店舗、多い人は10店舗持ってる人がいると思うんですが、店舗数にすると1200店舗ぐらいがうちの組合に加盟してるんですね。ということは大体、まあ、元部支部から宮古八重山支部までで大体7割ぐらいはここで網羅してるという部分があるんですね。でちょうど中山知事の頃ですね、はい、私まだ、副理事長だったんですが、ちょうどその頃に沖縄観光コンベンションビューローの専門委員の部分で、はい、中山知事が1000万人時代を目標にという形を取った時ですね、はい、まだ600万人とかの頃ですよね。だから平成元年がちょうど280万人ですから、観光客が。だからそういう部分でいくと絶対にこの昨年の957万人というのは考えてもみなかったことでもあるし、よくね冗談でね、これ何でも差別でも何でもない、はい、冗談で、アルバイト生がネパールの方とかたくさんお世話になってるんですね、留学生が、はいはいはい、まあ、ネパールの方が作るゴーヤーチャンプルーを、はい、外国の人がみんな食べるんじゃないかって笑い話をしてたのが今国際通りは当たり前になってます。当たり前、そうですね、現実の問題ですね。どこ行ってもそんな感じですよね、東京とか都会に行くと、うん、もう最近じゃないんですよ、それこそもう5年10年ぐらい前からもう吉牛とか有名なラーメン店のチェーン店のスタッフから店長まで外国人になってますよね。だそこはちゃんと受け入れて、はい、きちっとやっぱり我々経営者としてはやっていかないといけないと、外国人は、はい、やっぱりねその必要ですから、はい、労働力として必要ですから、うん、やっぱり一緒にやっていこうという形を取る。でさっき言ったインバウンドの問題ですけども、はい、じゃあ沖縄は何を求めてくるか、はい、そして何が食べたいかとか、はい、そのアンケートでやはりお寿司、天ぷら、ラーメン、ラーメン、うん、日本式ラーメンですね、はい、お寿司、天ぷら、ラーメンとかですね、ステーキは神戸牛って書いてあるんですけどね、よくね、全く沖縄とは関係ないものが出てくる。まあでも唯一まあステーキとかね、はいはいはい、大丈夫ですが、沖縄そばは出てこないです。やっぱりジャパンという感じの、そうそう、ただ一番近い日本ということで、そのだんだんその沖縄そばもちょっとずつ認知されてますし、はい、その沖縄料理もちょっとずつ認知されてるってことは確かです。これはやっぱり徐々に変わっていくんではないかなと思うんですけどね。そうですよね、よく聞かれるのがやっぱりなんていうかな、沖縄っていうよりも外国人からしてみればこの日本という感じで、青森をお土産で買っていく人もいないし、うん、あーそうだね、うん、日本酒飲んだりとかね、うん、カニ食べたいとか、うんうん、全然南の島でね、うん、あれなんかね、いやここはね日本なんです、日本っていう感覚なんですね、うん、一括りで。だって僕らでも外国、まあ大きなね国に行ったら、うん、アメリカはアメリカじゃん。まあまあそうだね、そう、うんうん、そういう感覚でオーストラリアオーストラリアって、うんうん、まあそこが、ね、シドニーなのかケアンズなのかどうのこうって、うん、だからタイから来る方で、はい、例えば戦略としてですね、はい、タイのバンコクから来る方とかプーケットから来る方とかもう全く違うわけですよね。向こうリゾート地ですから、はいはい、どっちかというと沖縄よりもすごいリゾート地ですよね、うん、ですね。ですから全くその沖縄に求めてくるものが違うわけですよね、うん、海を求めて来ない人たちもいるわけですよね、はい、そっか、だから我々も考え方をちょっとずつ変えないといけないということです、まあ、そういう意味でホテルもどん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 ね
建設ラッシュで立ってるんですけど、まあヨーロッパ人とかこの外国人のそのバカンスの過ごし方とか、あの日本人とまた違って、日本人はもう本当にせかせかしながら、あのあっち行こうこっち行こう何しようってから、もうすごいスケジュール密でやるけど、もう外国人とかはあの1ヶ月とかね2ヶ月のバカンスで旅行とか行くから、1日中とかもう 2,3 日ホテルでぼーっとしながら本読んでたりもするっていう、それがね、でもねそれは一番いい、富裕層がこれから求められる過ごし方、何もないところで自分の時間だけという、これが求められる、それがね一番贅沢、贅沢なね、確かに過ごし方でしょうね、まあ、そういう日本人もゆとりある旅行ができればいいですね。さっきねホテルでね、あの、まあ、名前はちょっと出せないけど、一番沖縄のあの北部の方で有名なホテルがある、外資系のホテルがあるんですけど、はい、そこはね和食はないんですよ。でやっぱりあの香港シンガポールからやっぱり富裕層が来るわけですね、はい、富裕層っていうのは、日本人が考えてる富裕層ってお金持ちという漠然としたお金持ちなんですけど、はい、やっぱり世界的水準富裕層っていうあるんですね、はい、その一つのラインが、はい、これはね1億円をカードで使える方、自由に自分の資産じゃないですよ、自分土地とか家とか何か資産を持ってるのを集めて1億円じゃないんですよ、はいはい、自分の今自由に使えるお金が1億円ある人を富裕層という、でこの方たちが今沖縄に入ってきてます、でこの方たちが和食を食べたいと、じゃあ予約を1週間前に電話あって、で ある名護の店でちょっと予約をしておきますから、はい、何が食べたいですかってさっき言ったカニ、松茸もうね大変だったらしいですよ、松茸そしてね、あとねもうだから北海道からもういろんなものを入れて、いくらとかね、もうね、はいはい、もう沖縄にないものばっかり、逆にですね、そういった富裕層とかそういう、まあ、需要もあるんであれば、今はこういう物流がとってもね、もうすぐ例えば北海道で朝上がったのがもうその日のうちに沖縄に来るような時代じゃないですか、こういうものを専門に扱う業者とか専門に出せるこのお店っていうのも徐々に増えてます、あるんですね、はい、実際ね、それともう宮古とか八重山とかは、ヨットとか先に先回りして船員たちがで自家用ジェットで来て、そのオーナーは後からそのヨットに乗り、その間にもう全部ケータリングで、ケータリングとかもう野菜とかいろんなものを全部手配しておく、これないものは全部東京から調達という形で、乗組員は先回り、それもやっぱり瞬時に用意できるようにな、いやもう今実際沖縄の宮古でやられてるんですよ、宮古のその辺のもうプロジェクトチームがもう立ち上がってる、やっぱりね、そう考えてるところはもう考えてますね、まあ、有名な話があって、あの東村に、有名なね、あの俳優が、トム・クルーズ、トム・クルーズがね、何年前かな、来た時に東村に来た時に、まあ、ゆっくりなんか痛いという時に、まあ、私なんかの指令がちょっと相手したんですが、そう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 、そしたらね、あの売店のバドワイザー、あそこ面白い、売店にバドワイザーとか売ってるんですよ、はいはい、行ったら、アメリカーネって言われたっていう、もうこれがね沖縄では最高だったんだよね、知らなかった、そうそう、アメリカの、軍の方と思ったわけです、あの有名な方とは、全然もうね、おばあからしたらアメリカーネって、そうですよね、トム・クルーズはアメリカだよねって言って、それがとてもそういうのが富裕層にとってはもうすごい幸せだったという、新鮮なんでしょうね、そういうのが、本当に自分も誰も知らないみたいな、そうそうそう、まあね、普段もチェアフィアされてパパラッチとかもいろんなね、わわわされてるから、やっぱ静かなところでねゆっくりしたいっていうのがそういうね、やっぱリッチな人っていうか富裕層な人の考えでしょうね、そういう意味ではもう沖縄もそのちょっとずつその飲食の部分もですね、ターゲット的には分かれてる部分も出始めてるという、まあ、ホテルもそうですもんね、そうですね、ホテルもそう、いろんな人たちが楽しめるような、まあ僕なんかも
あの旅行が好きであっちこっち行ったりするんですけど、うん、まあね、最近はあのブッキングドットコムとかね、はいはいはい、あの宿とかも本当にいろんなあの用途に応じて選べるようになってるし、うん、アプリね、そう、うん、一昔前は、まあ、地域はあんまり知らんかもしれないけど、旅行行くときは、うん、本当にあの旅行代理店とか窓口行って、うん、はいはい、あのいろいろ手続きやってたもん、うん、あ、そう、今もう全部もうスマホとかそういうのでチケットも、ね、購入したり、うん、宿も予約したりですからね、うん、かむ、あれ本当に旅行カウンターとかもほぼ今使わないですよ、まあ、今沖縄通りのね、はい、あのラーメン屋さんもやっぱり中国の有名なブロガーの方が書いたおかげで、はい、もう5年前から並んでますよね、うん、地元は並んでない、うん、朝から、うんうん、でも、まあ、台湾とか中国の方がそのラーメン屋さん並んでるんですけど、へ、地元は並んでないという不思議な現象です、うん、本当ですよね、うんうん、それだけ あの、まあ、インバウンドの人とかああいう人たちのこの発信力っていうのは、うん、発信力がすごいですね。あ、でも逆にね、あのトンドーってありますよ、トールミトールミトール、はいはい、琉球ラーメン、うん、近所良二さんという、まあ、あ、仲間がやってるんですけど、はいはいはい、ここまたここで台湾の方が非常に多くなって、はい、その口コミとそのブログで台湾に2件出したという、逆に出したという、お、うん、だからこれはものすごいもう成功例、フランチャイズでオーナー、そうそう、オーナーさんはじゃあ台湾人、台湾人、お、まあ、基本は、まあ、あの一応近所良二が全部出したという、うん、はい、へえ、これは成功例ですね、すごいな、ね、うん、沖縄のラーメン、うん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 、いや、 やっぱり食に関してはあのーね、世界遺産でしたっけ、うん、ね、それにもこの登録されてね、日本食っていうのが、うん、だから世界的にやっぱり日本食は注目されてますね、日本人の食事は美味しいっていうね、うんうん、なんていうかな、もうアレンジするじゃない、うんうん、あのカレーライスでもさ、うん、いろんなあのカレーがあって、うん、カレー好きな人はあっちの店が美味しい、こっちの店が美味しいって、うん、インド人が作るカレーじゃないからね、うん、日本人が作ったもカレーの文化ができてるとか、うん、あのラーメンでも本当は中国っていうか中華のねあれだけど、もう日本人が作ったラーメンがものすごいこの美味しいからね、あの種類があって多種多様でね、うんうんうん、ラーメン好きですか？ラーメン好きです。どんどんもだからよく行ってましたよ。はい、まあ、先ほどね、まあ、スタジオ入り前にちょこっと話したんですけど、まあ、沖縄のね、この食のこの文化の歴史っていうか、ちょっと面白いところもね、うん、お話聞けたんですけど、うん、まあね、ポーク卵とか、うん、ああいうのもね、どこが発祥かとか知らない人はハワイで食べたからこれハワイから来たんだろうとかってね、うん、知らない、そういえば知らない、これはね、今ね70歳ぐらいの方に、はい、答えちょっとあの取材して、うんうん、その、まあ、あるゴルフ場のお茶屋さんってあるんですけどね、はい、あのゴルフ沖縄の場合はあのナイツと違ってお昼ご飯タイムというのがないんですね。向こうは必ずハーフ終わったら必ずご飯食べてやるんですけど、はいはい、うん、沖縄の場合はみんなそのまま行くわけですよ、18ホールね、18ホール、うん、ですからもうこれはもう急いで食べないといけないっていうんで、おにぎりの中にポークと卵を入れて、これがスタート、へえ、ポーク卵スタートです。きっかけはゴルフですか？そうです、ほー、の茶屋、そうなんだ、茶屋です。で、これが何年前ぐらい、これがね、1900年なんだ、だから64年ぐらいあ、確かな、じゃあ僕が生まれた翌年、東京オリンピックの年じゃないですか、1960年、もうちょっと後かな、そうなると、うん、へえ、そうなんだ、結構だから、まあ、歴史的に古いってことですよね、古いよね、タコスはほらチャーリータコスが一番古いでしょ、はいはい、金タコよりもチャーリータコスの方が古いし、うん、さっきも話したけどね、あのタコライスっていう、生まれた時に今の子たちは学生さんたちはタコライスっていうメニューがあるわけですよ、はい、でも我々の頃は、我々が学生の時ですね、チャーリータコスとか食べに行くんですよね、うん、はい、あのちょうど BC ストリートでしたね、うん、でその時にそのまかないですから、バイト制のまかないがご飯の上にタコライスの具を乗っけて食べるという、そのないタコライスっていう名称さえもない、うん、へえ、うん、どっちかというとライスタコ
アライスタコ。へえ、面白いですね。そうそうそう、それがメニューにしちゃったという。考えてなかったや。給食にも出ましたもんね、タコライスって。いやもう今やだってホットモットとか吉牛でもあるんだよね、メニューに。確かに。あのまあちょっと私さっきあの話したんですけど、ちょっと琉球大学 の、 あの観光科学部の方でもちょっとあの講義をさせてもらってるんですけど、あの ANW エンダーって言われて、はい、これはあの意味は分かりますよねって話した時に、あのやっぱ感性のいい学生がね、あなたと私ですかって言ってこれはすぐエンダーのこの平社長が僕あのよく知ってますから、これ社長に言った方が喜ぶかなと思って、これあなたと私にキャッチフレーズを変えた方がいいんじゃない。まあどっちかというとね、ロイアレンという方とあのライトさんね、だからアレンとライトだからA&W、 この2人が共同で始めたビアスタンド、あのどっちかというとあのノンアルコールビアスタンドですよね、要するにいつ行ってもアルコール入ってないからそのビールみたいな感じでユートピアを飲みながらっていう、はいはいはい、あだからああいうあれなんですか、ジョッキ的な。そう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 、あそうなんだ、面白いですね、全然考えない。こういうことを出撃できる、そういう話を聞きましたよ。なんか、まあ、当時はね、あの薬っていうかこの香草みたいな感じで、うんうんうん、そういうのでこうあの飲まれてたみたいだけどね、うんうん、ね、なんか独特な味しますもんね、あれね。へえ、面白い。さっき飲んできたんだけどね。そう、そういう話とかを今の若い子たちにそのしていくと、うん、どん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 その観光に携わる方たちでもその沖縄っていう一つの、うん、あの食に対してもやっぱり一つ一つがですね、こういう歴史があるということで、そうですね、やっぱりその深みがね、うん、出るんじゃないかなと思って、うんうん、やってるわけです。なるほどね。はい、じゃあ一旦あの教えまさんで、後半もですね、ちょっとまた飲食業関係のね話を聞きたいと思います。はい。面白いですね。これ B 面かの？スイキャスさんちょっと拾ってよ。ちいか。あ、西行きのマキさんでいいのかな？はい、こんばんは。初めてのことですね。コインは今日溜まってたのかな、多分溜まってたのかな、ね、うん、前回のやつは、そろそろまた高松マリーさんが登場すると思います、はい。いやいやいや、もうね、食って奥深いよね。ポークともごは感動だな、うん、誰かに話したいこれ。うん、だって普通にもう今あの県外でもあるし、あれ専門店もできてるじゃないですか。もう空港にね、はい、1階にもね、もう並んでますもんね。ミャンマーでもね。そうそうそう、すごいな、面白いな。ゴルフがきっかけだったのか。いや、食って本当に不思議なもんで、ね、昔々たどって言ったらさ、うん、あの毒キノコとかいろんな、うん、あの食べちゃいけないのいっぱいあるじゃないですか、ね、うん、フグにしてもそうですけど、うん、あれだから最初に食べた人とかこれ食べれるかなって食した人とかって昔いたわけですからね。その人たちのおかげで、あ、これはダメだ、これ食べれないとかっていうふうに、ね、分けてきて今あるじゃない、うんうん、犠牲になった人もいるわけだから、毒キノコ食べたりフグのね、キノ食べたりとかして亡くなったりとかね、その元に自分たちがいるっていう、だから10秒前です。食ってだからすごいなと思って、うん、結構話長いよね、音楽少ないね。そうですね、はい、そうです。ピンパキュー、あ、ビーメン来たりする、今度はビーメンかけてね。あ、エンディングでね、はい、このでは、マイクあげます。アドレスは男、はい、ということでね、はい、いろんなね、まあ、飲食の話してますけど、まあ、何ですかね、最近の傾向とかこれからあのどういうふうにこの飲食業っていうのが変わっていくような、うん、なんか方向性とかって何かあるんですかね。まあ多種多様だと思うんですけど、うん、もちろんやっぱりあのちょっと人手不足の中で、うん、やっぱりあのサービスのクオリティが若干落ちてるっていう部分もあるんで、はい、その辺も含めてですね、やっぱりあの、はい、まあ、これ専門的になっちゃうんだけど、やっぱり労働力を確保するために、はい、やっぱりあの
正社員を増やしていかないといけないんで、うん、そういう部分ではやっぱりそれをやっぱりメニューに値段が沖縄の値段ってね安すぎますよね。あ、一つ一つがね、居酒屋にしてもそうだけど、うん、安いんで、まあ、それがまた人件費にね、そうそう、もう従業員のことを考えたらもうちょっとやっぱり高くてもお客さんは納得するようなサービスをちょっと入れながら、うんうんうん、いやサービスのクオリティって言っても僕はまあ香港とかですね、うんうん、あの県に行った時にむちゃくちゃだけグラスもバーンって置くし、うん、バーンバーンってもうお客さんの前でも本当に笑顔も見せないしさ、これがまあ向こうのやり方らしいんだよね、うんうんうん、あもうじゃあ普通なんだね、日本人はとても親切な、うん、丁寧だし、うん、でだから逆にねいろんな日本人のこのマナーとか、うん、いろんなことでやっぱり世界の人たちびっくりするじゃない、うん、まあ昨日ね終わったこのワールドカップでもさ、うん、試合終わった後にゴミ拾うとかさ、うん、日本人は礼儀正しくこの電車でも並ぶとかどこでも並んできちんとしてるとか、はい、マナーがいいとか食事のマナーも全ていいっていうふうに言われてるんじゃないですか、まだやっぱりあれですかねサービスの上で、うん、まだまだ、まあ、やっぱり日本らしさっていうのはやっぱり残さないといけないんですけど、うん、さっき言ったように外国人向けにその指差しのメニューとかですね、いろいろ韓国語とか、ああそういうそういうのも全部サービスか組合としてですね、うん、もう出してますし、うん、やはりアンケートで多かったのはやっぱりちゃんと外国人用のメニューがあるところとかですね、うんうん、シェアできるところ、向こうの方ってシェアじゃないですか、例えばステーキでも一人前じゃないんですよ、一人前を二人で分ける、あそういうことか、中華料理でも一人ラーメンが一つじゃないんで、うん、ラーメンをいろんな種類頼んでみんなで分けて食べるみたいな、うん、シェアですね、うんうんうん、だからそこら辺をまだやっぱり沖縄の飲食店さんもちょっと分かってあげないと、あやっぱり一人一品っていうあれはないわけ、外国にはないんですよ、うん、そういうサービスですね、その辺もね含めてちょっといろいろと勉強しないといけないのかな、そうですね、いろいろな文化があるからな、うん、でもねやっぱり語学にしてもね、うん、まあ世界的に一流って言われてるその観光地とかは、うん、割と日本人が行っても不自由しなかったりとか、うんうん、大体もう日本語を話せる人がいっぱいいたりとかね、うん、そういうのもあるし、うん、だからそういう沖縄でも受け入れる側として、やっぱ言葉の壁とかっていうのもやっぱサービスの一線に立ってる人たちは、うんまあ、当たり前にこなしていかないといけないわけですよね、でその辺もやっぱりあるんですかね今、うん、課題としてはそう思いますねやっぱりね、うん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 、でもこれはまあ何ていうの科学技術の発達によってクリアできそうなところまで来てるじゃないですか、僕、ね、うちの番組でもやったなんだっけイリーだった、イリーああはいはいはい、うん、うんうん、同時通訳のあれもねあれがすごいですよね、すごい普及してくると思うんですよ、うん、もうなんていうかな外国語の勉強しなくても、うん、もうそれで会話が成り立つっていう、うんうんうん、あれすっごい発明っていうかね、あれさえあればもうどこでも行けるってそうですよね、便利ですよね、今リースっていうか空港でねレンタルしてますけど、うんうん、そういったのもどんどん普及してくればね、うん、まあね本当に飲食店とかにあったらもうね便利ですからね、便利ですね、うんうん、まあ、飲食店だけじゃなくて町屋ごいって、うん、おじおばとか、はいはい、ね話、まあ、ちょっとそのイントネーションとかおじおばの方言とか捉えきれるかどうか分かんないけど、うんうんうん、まあ、標準語でね喋れば、うん、そういう意味では沖縄ってやっぱり今ね、うん、その観光に対してのあれがすごい進んでるんで、うん、日本でも多分ベスト5に入るんじゃないかな、うん、ですからタクシーの運転手が困ったことがないって言ってましたね、誰が乗ってもすぐ携帯で連絡して、うん、代わってもらったりして、はいはいはい、24時間そういうオペレーターあるわけ、そうそうそう、システムスペイン語もあるし、うん、英語もあるし、うん、フランス語もあるし全部やってくれる、ここはすごいなと思うね、うん、タクシーのうんちゃんはみんな知ってるわけ、どこに電話すれば、そうそう、何語で話してくれるか、あそうなんだ、そうそうそう、ね、すごい、それはすごくいいですよね、うんうん、そういうシステムとかいろんなのね、いろんなところで、あとフリー Wi-Fi も
ちょっとまあ私もちょっとその委員に入ってるんですけど、うん、沖縄県がフリー Wi-Fi のスポットを増やしていくという部分で、うん、まあ、小坂一番最初にね、はい、もちろん国際通りもあの空港もあるんだけど、うん、ちょっと多すぎて、うん、フリー Wi-Fi の今度は那覇とか、沖縄とか空港とかですね、混戦しちゃってるわけですよ、流行とかですね、うん、でそういうのもちょっと整理しながらやらないといけないということで、うん、Wi-Fi も、うんうん、あと Wi-Fi がいらない飲食店が出てきてるんですよ。え、あのいわゆる長くいてもらったら困ると。ああ、そういうことか。いろいろな迷惑だという飲食店もあるし、いやこれがないと学生は集まらないと、うんうんうん、でも学生はお金にならないと、いろいろ、まあ、いろんな回転も考えないといけないですもんね。でもマックなんかすごい便利ですもんね、入るとすぐ Wi-Fi がね、つながってね、うんうんうん、ああ、そういう考え方、ね、だからあのコンビニの前は Wi-Fi が入るから、うん、みんなそこに、そうですよね、うん、まあね、商売してる人からしてみれば、その回転数上げたいですから ね、 そうですよね、食べたらさっさとこう出ないと、うん、そうそう、でも観光客にとったらもう絶対これは必須、うん、Wi-Fi がないと、うんうん、確かにね、いろんな次どこ行こうかって調べたり、うんうんね、いろいろ初めての地域だからね、僕らも外出たらよく使うし、うん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 、まあ充電なんていうかな、沖縄の場合は携帯電話の充電自由にどうぞっていうところもある多いけど、県外行ったら充電させないもんね。あ、そうなんだ。だからこの長く行ってもらったら困るっていう考え方なのか、うんうんうん、電気代は1円でも使わさないっていう考え方なのか分かんないけど、わざわざ充電するために喫茶店入ったのに、うん、もう全部蓋されてて、うん、あ、そうなんだ、ダメですって言われて、へ、もう一杯飲んで帰ったりとかね、もう逆にもう入り口で充電できますかって聞いてから、うん、OK だったら入るとかね、うん、そのぐらい県外行ったらもうなかったから、うんうん、だからそのポータブル充電器をもう購入して、うんうん、もう出張の時は持っていく。でも沖縄の飲食店はほとんどね OK ですよ ね、 だからそういうのが、うんうん、確かに優しいよね、うちなんちはもう優しいから、うん、はいどうぞどうぞってからね、うん、もうサービスもいっぱいあるし、うんね、これでなんていう商売成り立つのかなと思うぐらいのね、食堂とかもあるからね、うん、確かにね、天候盛りの、うんうんうん、いやだからまあ本当に面白いと思うんだよね、いろんなところね、うん、食べ歩きもちいかもね、最近いろいろ蕎麦屋回ってるみたいだけど、そうですね、うん、でも沖縄なんか最近なんだろう、蕎麦屋もそうなんだけど無添加とかなんかそういうちょっと健康志向のねフードも増えてきてるなっていうのがあちこち食べに行って思うんですけど、うん、どうですかね、増えてきてますよね、ヘルシーはもう間違いなく増えてますね、ですよね、うんうん、やっぱり女性の方とかはそういうとこ興味持ってやっぱりいろいろ調べて行ったりしますね、こだわってる人はね、うん、すごいこだわってますからね、うんうん、沖縄にもなんか増えてきたなと思って、大体、うん、そういうのなんか県外の方がね沖縄に来られてやってる方が多くて、うんうん、増えてきたな、何だったハラール食とか、ああ特別だ ね、 うん、あれも対応できる店もだんだん増えてきてる、そうですね、そういう意味ではね、うんうんうん、あれもだいぶ県の方が頑張って進めたんで、うん、最近ちょっとまた気になるのが、まあ、最近じゃないけどこの豪華客船が来た時 の、はいはいはい、そのバスが対応できないとか運転手がいないとかなんとかって話よく聞くんですけど、うん、あれ実際どうなんですかね、あれ実際ね沖縄のねバスではなくて向こうが手配したまあそのがバスで、うん、あまり見ないバスがあるでしょ最近、あーありますね、がそのまあそのあオロックのその、うん、デューティーフリーじゃないけどその専門のショッピングとかまで連れてってのなんかへー、そういうのがあるみたいな、聞きました、うんうん、聞きましたこれ、茶谷にもあるんですけど、うん、まあね、中国の方の旅行ツアー客が来るバスが来た時だけ店を開けて、うん、で、帰る時に店を閉めるへでそこを自分の知り合いの店舗を借りてる人なんで、うんうん、そのまあちょっと情報というかね、うんうんうん、入り口も見せてもらったんだけど、うん、メイドインジャパンっていう形のその化粧品とかいろんなのを
陳列されてんだけど、うんうんうん、実はそうじゃなくて、うん、全部あのなんていうのバッタモンっていうのへそういう関係 でそこのショップを経営してるのが、うん、また中国人だったりするわけ意外と沖縄に、ね落ちてないかも、うん、あそういうこと、まあ、沖縄で一番大手のバス会社の役員の方が言ってましたからうちのバスじゃないですよって、うん僕は直に見たもんマジですか時間に見たからさ間違いないんだけど意味わかんないでそういうのが、うん、例えば飲食でもあると思うんだよねあ飲食であるよありますよね、うんうん、中国人が経営してて、うん、でみんなそこに誘導していくとかねあの天ぷら寿司って書いてあって入ったら全部あのお客さんが全部中国の方な働いてる方も全部中国の方そうへえ沖縄ありますよそれ、うん、はあそういうところが、なんだかな、商売うまいっていうか、うん、もうそういうふうにあの沖縄見てるんだよね。あの沖縄だけじゃない、うん、観光地とか。これはね、うんあの、やっぱりこれだけ増えて、はい、観光地ならではの部分でもあるんですよ。うん、そういうこともあるということですよ、うん。ならではのね、うん、そうそうそう。そうそうそう。それを含全体含めて、もう観光地だから。うん、だってまかないきれないわけですから、我々が受け皿として。あうんね、そういうことですね。うんうん、そういうことです。うんどこの海外行ってもこういうのは絶対ある観光地だったらそうです、うん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 、あ高松マリーさん来てくれてますね ありがとうございます高松マリーさん今おめですか、うん、空港の売店でも言ったような話が、うん、ああですね、うんはい、今夜もありがとうございますありがとうございます、今日は沖縄地方雨です、はい、台風向かってるんで気をつけてくださいそうですね、うん、兵庫県の方ですあそうですか、はい、いつも聞いてくれてる方はい、はいいやでもねもう本当に僕も周りではあのグルメって言われてるけどそうですよねリキさんねやっぱり美味しいの好きだし最近ちょっと痩せました、はい、ちょっとあの分かるんだやっぱり絞ったんですけど、うん、やっぱりね美味しいのが好きで、うん、いろんな情報を見たらあすぐ行くもんねリキさんね今度はすごい行こうとかさ、うん、行ってもう食べるのが本当大好きなんだけど、うんまあでも幸せですよね、うん、人間のこう幸せって食べるときとかねやっぱりそういう時って幸せ感じるじゃないですかうんあのやはりねあの東京から来る方でも、うん、あのどっか紹介してっていう時、うん、いやダメそれではダメだと、うん、何を食べたいって言ってくれとあちゃんと、はい、何が食べたいのか、うん、アグーが食べたいのか、うん、ステーキが食べたいのか、うん、しゃぶしゃぶが食べたいのか、うん、とか全部言ってくれと、うんそれでちゃんとあの値段別にベスト3をちゃんと僕はもう素晴らしいそういやいやだってね、うん、あのアグーでも1万円のもあれば、うんうんうん、5000円でできるとこもある、うんうんね、2000円でできるとこもあるわけですまあそうですねそうこの間あの、うん銀座で、飲み食いしてる若手集団のちょっとセレブの人たちが沖縄に十数名、うん旅行に来ててゴルフしたりいろいろしてて、うん、一晩だけちょっと会食ね、はい、一緒したんだけどその日はアグーのしゃぶしゃぶに行くって言って、うん、であじゃあ松本がいいんじゃないですかあ知ってますよ、うんうん、松本予約しようとしたら予約取れなかったですって、うん、それで、ミルクっていうところに行きますって言ってで僕ミルクっていうところ行ったことないから、はい、場所聞いて行って、うん食べたら本当に美味しくてへもうあ情報すごいな知ってるなと思って、はい、松本は同級生ですからそうですよ ね, ねよくね聞かれるあっちも美味しいあっちがだから人気ナンバーワン、うん、松本は行ったことあります、うん、そこが取れないからって言ってミルク行ったんだけどその食べ方が独特で、うんうん、アグーしゃぶしゃぶこんな人食べたことないけどなと思うような、うん、卵をね割って混ぜて食べるんだよ、はい、タレにねへえなんかすき焼きみたいなそうあんなして食べたことなかったから、うん、そうですよねしゃぶしゃぶへえ面白いですねいろんなところがあるんだなまだまだ知らないところね、うん、いろんなところがある、うん、最近はね、うん、ネギグループ のしゃぶしゃぶコートとかあるんだけど、牛肉のね、はい、沖縄和牛、石垣牛は、はい、じゃなくて、うん、沖縄和牛っていうくくりで、うん、だいたい8000円から1万円ぐらいで、うん、せいろ蒸しで
でヘルシーで油を落として、うん、で下は野菜いっぱい、あーやっぱり超うまそう、あ、うん、もうせいろ蒸しで出して、うん、あーいいな、そういうのとか、ね、もうそれはもうね、やっぱ富裕層にとっては一番それでお願いします、もう本当にそういうのタイプで、キャプタンカーは大体、まあいい青森とりますよね、ビール飲んで、それでキャプタンカー大体2万ぐらい、ヘキスター高いもん、キャプタン2万、キャプタン2万、僕も平気でびっくりしたことあるわ、10名で言ってもね、キャプタン2万とか20万でしょ、そう、効率のいいね、うん、いわゆる飲食ってすごいね、従業員もちゃんとね、お給料も高くできるし、そう、そういうとこだから、あのね、選べるこのねランクのお店がそれなりにある、うん、ここはモナリにすごい教育をしてるってことですよね、それなりに見合う教育、うん、ああね、そういう付加価値がないとね、うん、確かに、うん、だからコストをやっぱりそれだけの教育をビシッとやってるから、うんうん、からまたね、賃金が高かったりとかさ、うん、それに見合った、うんうん、ね、労働に見合った賃金っていうことだから、僕もあまりこんなに飲食のことあまり考えたこともなかった、何ですか、さっき言い忘れたんだけど、チャーリーさんってタコス、うんうんうん、軍にね、はい、行った時にチャーリーっていう肉入れ物ったの、はいはい、知ってますよね、これは、はい、なんか聞いたことはあります、ジミーもそうなんです、そう、稲峰さんもね、うん、稲峰誠一郎さんっていうのが今社長なんで、私と同級生なんです、はい、でお父さんが創業者、ね、軍の中でジミーって言われて、へえ、それが、そういうのは絶対今学生の方は知らないかもしれない、いや知らないですよ、うん、沖縄ならではですよね、へえ、そのまま名前が店の名前になったという、うん、すごいですね、ニックネームが面白い、ジミーさんか、うん、へえ、面白いですよね、ね、面白いですね、うん、あれ自分弁当で何になったの、あ、もうこんな弁当してる、こんななってる、ね、石が、ね、ここに、いや僕買いに来たよ、パン、美味しかったから、はい、美味しかったからって今もあるでしょ、今もちっちゃい、はい、あの店になってますけど、うん、有名だったよ、すごい有名でしたね、大きな会館になっててね、いろいろ催し物とかも、うんうん、結婚式もこっちであったりとかして、うん、ジローベーカリーの会館になって、ここ上行くと、こんなこと言っていいの、はい、この普天間神宮、はいはい、ですよね、はい、行く途中に右側にね、あの映画館があったんですよ、そこで僕はフラッシュダンスみたいな、フルおお、へえ、映画館？フラッシュダンスがいろんなところで終わってしまって、国際通りとかの辺が、はい、うんうん、で、ここはやってるということでここまで来たの。すごいですね。すごい話。いや、まあ今今日はね、たまたま雨なんですけど、うん、もうここのビルの上にビアガーデン B サイドっていうのがあって、うんうん、夏場は僕らの番組をそこに機材持ってって、うん、よくゲノワンの飲食業組合の方もね、そうそう、ここに来てますよね、うん、そこでやってるんですけど、今日も悪天候だから、うん、まあ、来週からね、天気良かったら上でやる、上でもすごい、この、まあ、うちの番組のまたスポンサーでもあります、はい、はい、ということでね、はい、もうあっという間に、時間がね、早いですね、今日も数分なんですけど、はい、何か鈴木理事長の方から PR 的なものとか、はい、今日は何で来たかというと、はい、来年の6月の26日、そうそう、全国大会、全国大会6月26日に言い忘れてた、はい、1700名から2000名の飲食店の経営者が沖縄県 のコンベンション劇場に集合します、へえ、もう口超えた人たちが千何百名も来るんだよ、へえ、前日は6月25日はラグナガーデン泊まって、はい、そのみんなで代表者と会議やったりして、うん、で次コンベンション劇場で式典とかですね、うん、そういうのをやるんで、また飲食店の今聞いてる皆様ですね、いや今からでも結構ですから、ぜひ組合になってくださいこれラグナお得ですから、ラグナの料理担当者はもう緊張するね、緊張だよね、そうだよね、全国から飲食店の経営者が来るんだよ、うん、うわ、まあ、でも見せ所だね怖いわみたいな、すごいな、あるんで、ね、やっぱり飲食でもこれね30年ぶりなの、沖縄でこれを一番言いたかったの、前回ね平成元年なんですよ、すごい、これもね3年前に立候補したんだけど、はい、偶然また来年元年なの、あ、すごい、そうだそうだそうだ、本当だ、そうそうそう、これね
運命なんですよ。そうですね、すごい。うわー、鈴木理事長持ってますね、うん、でね、もう次30年後だとすると多分もう僕ら生きてないでしょ、うん、ですから、いやいや、うんっていうな、あ、いやいや、生きてる方は今聞き入ってました、ちょっと話、ね、すいません、今度やる時に生きてる人が3人いたと笑われる。あー、いやいや、多分ね、鈴木さん生きてますよ。いや、僕はね、その時ね、まだ僕は組合に入ってなかったんで、うん、まあそういうことでね、まあいろいろ盛り上がりますよ。沖縄県もいよいよ30年ぶりにこの世界水準の沖縄を見てほしいということで、来年の6月、しかも6月25日6月その前後、もうその頃に、うん、もしかしたら、初の、うん、1000万人っていうのが ね、見える年かもしれない。うーん、いやいやいや、素晴らしいね。すごいタイミングですね。めっちゃギリギリ、ね、何もカウント教えてくれないけど大丈夫かな、はい、あと何分とか、あともう1分半。おいおいおい、と、はい、いうことで、まあ、今日初めてですからね、はい、ただね、はい、ということで本当にお忙しい中ですね、うん、ありがとうございます、ね、もっともっといろんな話ね、聞きたかったんですけど、また来年、その全国大会前あたりでも、お越しいただいて、はい、さらにね、PR していただきたいなと思います、はい、今日は忙しい中、はい、ありがとうございました、ね、ありがとうございました、はい、ツイキャスの皆さんも高松真理さんも、ね、ありがとうございます、また来週、はいはい、お会いしたいと思います、7月10日にお会いしましょう、今晩のお相手はリッキーとちかでした。また来週、さよなら。また来週、ありがとうございます。鈴木さん、ありがとうございます。ありがとうございました。男、気の抜けた声で、夏が終われば魔法も解けるよ、ゲームは終わりさ、飲んで歌って踊り明かして、南の夜はお祭り騒ぎさ、夏が冷めたら夢も覚めるよ、 Goodbye Stone My Land、 飲んで歌って踊り明かして、南の夜はお祭り騒ぎさ。